さあ時刻は4時15分です。ここからは東北の絆のコーナーです。今日も東北全図を私の後ろに貼りましてね、東北を思いながらお届けしていきます。まあ、この東北全図、今ちょっと曲がっちゃったので直したところなんですけどもね、東北に行くときに買い求めました。まあ、これを本当はですね、上手な畳み方があるんですよね。なんて言ったかな、何かね、専門的な畳み方、片手でパッと広げることができるという、大きな地図であってもそのようにできるということを知りまして、やってみようとしたんですが、結構この厚いしっかりとした東北全図だったものですからね、それがなかなか難しくて、その一部をコピーしましてね、持っていきました。2011年6月のことです。東北地方の臨時災害放送局をずっと回りました。そのことをいつもこの地図を見ると私は思い出します。さあ今日も東北の絆、東北を忘れないためにここ戸塚からお届けしていこうと決めました。10年お届けしていこうと決めました。東北であったいろんな皆様からね、忘れないでくださいと何度も何度も言われました。あの時2011年6月に思い切って行ってよかったなと思います。最終日は花巻から新幹線で帰ってきました。本当は1日前に帰る予定だったんですが、沿岸部から内陸の花巻まで道がとても荒れていて、レンタカーを借りたわけですが、釘など落ちているものを踏まないように気をつけてくださいねとレンタカーの会社の方に言われました。そのぐらいにまだ2011年6月はね、さまざまな瓦礫が残っていた時でありました。なものですからたどり着くことができずに、次の日の朝の新幹線で帰ってきて、そしてそのままスタジオに入って放送したんですね。ですからもうそういう可能性もあるかもしれないと思って、ラジオの絆の放送準備はしてバッグの中に詰めていきました。ですから帰りの新幹線の中でね、どう伝えようか、今日スタジオに入って私が見たもの、4日間の旅の中でどんな風に感じたかをどう伝えようかと、とっても苦しい思いもありました。でもあれがあったからこのように東北の絆が生まれたんだなと思います。そしてこの絆を、東北の絆を応援してくださっているのが、当初から税理士法人山重会計事務所の皆様です。ここからは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。臨時災害放送局回りながら、何か私に手伝えることが、同じラジオに関わる人間としてあればいいなと思いながら行きましたけれどもね、まあ、本当に山本町は町役場のロビーにテーブル1本長机を置いて、そこに近くの県から借りた機材を並べて放送していました。瓦礫はどこどこに何時から処理してくださいとか、必要な情報を音楽とともにねお届けしていました。最後に陸前高田、そして大船渡に行きましたが、陸前高田は菅野さんという方との出会いが実はありまして、菅野さんに陸前高田を案内していただきました。その時撮った音、またこうしてあれから時が経ちましたけれどもね、聞くことで写真とはまた違う、想像しながら皆様にも聞いていただきたいと思います。
陸前高田の菅野さんのお話、そして見えるものです。今、大船渡の、市役所、そこに、大船渡の臨時災害放送局があります。そこを、今回本当にご縁があった陸前高田市の、菅野博樹さんに、ご案内していただきました。そしてその帰り道、私は今菅野さんの車に乗せていただいて、陸前高田市の町を今走っているところです。左手には漁港、新しく建てようと思っていた水産加工場ですか、菅野さん、魚市場ですね、はい、そこが、まあ、作ってる途中だったんで、まあ、どうなるのかなと。でも、はい、オプロット市では作るって言ってますからね、はいはい、そしてその横には前からあった魚市場がね、今も残っていますが、もちろんそこも全て、ただ外側は残っていたように私は思うんですが、はい、津波で中のものは、はい、まあ、流されたんですが、魚市場自体は大丈夫だったんで、もう早いところではもう先々週くらいから水揚げが始まったと。復興に向けての兆しっていう部分ではもう、はい、水揚げが始まって、漁師さんもそれに頑張ろうということでやってるようですが、いかんせん船が流されてますから、残った船での漁となるでしょうということで、でもそれでも、まあ、水産関係者の皆さんも頑張ると言ってますんで、今は何が取れて、そしてそれをそこで、大変な状態だけども、その加工場を少し復旧してそこで加工しているということですよね。加工はまだ水産加工場も被災して、だから水揚げしたのを内陸の方とかどこにその届けるという、少しずつ今、量が上がっているということなんですね、はい、どんなお魚が今、あれなんだっけ、はい、かなさんもここはね、あれですか、ちょっとお分かりにならないところでしたっけね。そうですね、ごめんなさい、はい、僕はその食べるのは出たものしか食べないので、はい、買いに来たりするのは、まあ、女房とかお袋がするん で、ね、はい、まあ、僕は基本的に出されたものを食べるということです、はい。さあ、そしてここは今どのあたりになるんでしょう、三陸縦貫道を作ってまして、はい、大船渡五石インターチェンジというところで、ここから今縦貫道に乗って陸前高田に入るというところです、はいはい、もうここは海までどのぐらいの距離ですか、これは。すぐですよね、そこにも見えていますので、はい、500メートルぐらい、そんなにもないですか。200メートルぐらいが下が、はい、波打ち際になるので、はい、あとはここは大船渡湾 の、はい、入り口です、はい、左手に見えるのが、大船渡から陸前高田市、案内していただきました菅野さんです。菅野さん、お元気でしょうか。またご連絡、ね、させていただきます。さあ、東北の絆お届けしています。どうぞ皆様のお近くで応援をこうし続けていらっしゃる方がいましたらね、ぜひ FM 戸塚にその情報をお寄せください。ご連絡させていただいて、ご出演いただいたり、またはその様子を教えていただいてね、皆さんにお伝えしていきたいと思っています。それぞれができることをしていく、こういう形の応援もあるんだなというふうにこう感じていただければいいなと思って、それぞれの皆様の応援の仕方をお届けしています。ルミッチのところにもお邪魔しました。ご自宅を開放して手作りの作品を委託販売していらっしゃるルミッチです。
そしてその売り上げの一部をお金ではなくて手芸品として、布だったり糸だったり毛糸だったり、そういったものに変えて、もう200便以上東北に送り続けているという、そういう形の応援をルミッチはしていて、みんなで先日ね、ルミッチのお宅にお邪魔してきました。そしてみんなもそれぞれのものを買い求めて、継続することの素晴らしさをね、一緒にお話しさせていただきました。ルミッチ元気でしょうか。お世話になりました。さらに前に行った時よりもね、もっともっと広げて、お家のね、あのお部屋もその委託販売のショップとしていてくださってね、たくさんの品が並んでいましたね。お茶を飲みながら、どうしてこの活動するに至ったのかをルミッチがみんなに話してくださってね、みんな感激していました。さあ、これからも東北の絆毎週お届けしていきます。ヤコブさんも6月は東北地方福島にこだわって、目が不自由なヤコブさん、それでも生き続けていく、そのお話をねまた聞かせていただこうと思っています。ぜひともこの東北の絆、皆様応援してください。ここまでの時間、東北の絆は税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。